今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。この時間はインテル対ガンバ大阪、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はインテルのホームジュゼッペメアッツァ。勝利を信じたサポーターたちが大きな声援を送っています。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、1対1ボール向かってきますよ。シュート、いやー、先制ガンバ。インテルから先にゴールを奪います。デンベレ、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、今のはラストパスが良かったですよね。あのタイミングで出されるとディフェンダーとしては一歩対応が遅れてしまいますよね。フィニッシュもキーパーの位置をよく見て落ち着いて決めましたよね。さあガンバ、早くも1点先制と幸先いいですね。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので、気を引き締めたいですよね。そうですね。インテルカウンターを仕掛けます。さあ打てるか。メッシから左サイド、スピードアップしたいですよ。ここは抜けてくるベリンガム、ここは読んでいました。メッシ、さあ左へ預けてネイマールが受ける。ネイマールからグティ、さあつながるか。グティ一旦下げます。詰められましたからね。デクランライスからネイマール、さあここでカウンター、飛び出した。さあムバッペ抜けてくる、シュート、さあこぼれた、詰めてきた、決まった、追加点ガンバ。立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。メッシ、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、きっちりセカンドボールを押し込んでいいゴールでしたよね。さあガンバ、得点を重ね2対0という展開。ガンバとしては2点差というのは精神的にも楽になりますよね、はい、ただ相手は間違いなく前がかりになるので落ち着いた対応したいですよね。なるほど、この後も無失点でいきたいですよね。デンベレ、デンベレシュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。インテル、嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。全体的にコミュニケーションが取れていないので、ああいう崩され方をするんでしょうね。それにしても今のシュートミスは助かりましたね。シュート、惜しい。まあ、元々ミドルが得意なプレイヤーですから、もう隙があれば打ってきますよね。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあこのセカンドボール、ウスマヌ・デンベレ、さあカウンターだ、これは届くか。さあ来たか。さあデンベレ自分で行く、シュート、いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。インテルは相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。いやー、シュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。シュート、ゲット、インテル、あと1点のところまで詰めてきました。グティ、今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、パスのもらい方も良かったです。アウトまで来た、いやー追加点、頑張っ、追加点が決まりました。これで差は2点。頭で正確に流し込んできました。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。
さあガンバリードを2点に広げてリスタベイル、これは惜しい。ベイ反転してのシュートでした。奪います。裏へのスルーパス、ベイル対応します。さあ一気にカウンター、バストーニ、さあ左サイドへ、ここはつながりません。バストーニ、ムバッペ、さあカウンターを仕掛けます。メイルが受ける、裏のスペースを狙う、どうだ、シュートもあります。デブライネから左へ、ここは抜かせません。ここは縦に大きくボールを入れます。さあカウンタースピードを上げたいところ、これは合いません。浮き球を使う、流れを止めます。ここで長いホイッスル、前半終了です。ガンバ調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか？中盤で組み立てもうまく攻撃につながってましたし、この2点差という結果を見ても順調な前半だったと思います。インテル対ガンバ大阪、ガンバが3対1で2点リード、前半を折り返します。さあご覧のように後半スタートしています。上げる、ドンナルンマしっかりと抑えました。デブライネ、ベンゼマ、さあカウンターのチャンスになります。メッシからグティ、ネイマール、ここですね。ここはつながりません。ムバッペからベンゼマ、ボールを奪いに行きます。ここは対応します。ここは笛が鳴ります。メッシー、これは合いません。バストーニ、アレクサンダー・アーノルド、右サイドへ振ってパスでつないで攻め込んでいきます。このボールはカットされます。ムバッペからのスルーパスは通りませんでした。インテルは先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で少し淡々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどもね、逆にボールを奪ったときにはまずこの選手に出せばいいので気が楽な分もあると思いますけどね、前線の選手に預けさえすればとりあえずラインも上げられますからね。そうですね。デクランライス、ここはカットします。ネイマール、前ですね。さあグティ、これを読んでいた。ウスマヌ・デンベレからムバッペ、さあインテルボールです。両チームともメンバー交代があるようです。ベンゼマ、ここはつながりません。エンクンクからのパスは通りませんでした。ウスマヌ・デンベレ、デクランライス、このボールをカットします。アレクサンダー・アーノルド、エンクンクと、これはつながりません。ペーペーからムバッペ、このパスが抜ける。メッシからのスルーパスをカットしました。エンクンク、ムバッペからデブライネ、シュート、
それは合いません。メッシ、このスルーパスは通りません。エンクンクからホーランド、シュート、触る、こぼれます。Attenzione, un cambio. さあ、共に選手交代があるようです。さあ、ここから持っていく。デクラン・ライス、いい守備で奪う。ガンバとしては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。ポーランドからウスマヌ・デンベレ、バーへのボールと呼んでいた。スルーパスを出す。このボールはつながりません。ここはつながりません。この位置で速いドリブル、ランパード抜けてくる、コマン、さあ中央へ、直接行ってしまいました。ソン・フンミン、メンディへのボール、いい展開ですね。クロス上げる、これはキーパー。インテル、カウンターを仕掛けていきます。スペースを使う、来たか、このパスを受ける、来たか、シュート。コマン、今週のピックアップ選手の一人です。ランパード、さあランパード、ムバッペが受ける。アディショナルタイム1分です。裏を狙っていきます。これはチャンス、シュート、惜しくもシュートが外れたところで終了の笛。3対1、ガンバ素晴らしい勝利です。北澤さん、試合の総括をお願いします。ガンバとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で